そ、なんだかじっとしてられねえな。俺だってそうだ。横向いてっからその間に行ってこい。だ、はい。おい、ケジ。匠の彼女じゃねえか。ああ、本当だ。うっ、かずみちゃん。いつきか。かずみ、お前らはここで待ってろ。え、なんで。これから向かうところは狭い上に嫌になるほどトリッキーだ。運かスタミナかマシンとの相性か、そんなところさ。たくみ、小丸峠ってそんなすごいとこなの。うんと古い旧道だよ。狭い上に見通しが悪いから、昔はすごく事故が多かったらしいの。 I love you。 これは。同じ86同士、絶対に負けられない。他にギャラリー決め込む場所もないだろう。こう狭くっちゃな。しゃあ、来た来た。ならどうしてあんなに走りが違うんですか。うん、いや、それはつまりタービンなどの下級機を使わないチューニングをメカチューンと呼ぶ。メカチューンならそこからの微調整が可能なため、さらに追い込んでいける。ターボチューンはコーナリングの切れ味では一歩譲るとしても、直線の加速の鋭さでこれを凌駕。ターボラグの大きいドッカンターボってやつは、一度ブースト圧を落ち込ませると。分かったかケンタ、峠の走りは奥が深いんだよ。本当にここで間違いないんだろうな。ああ、多分な。さて、第2ラウンド突入。走りにくい。何なんだここは。藤原が感じているのは、ニューマシンを完全に自分のものにできない焦り。路肩から50センチぐらいは狭い。この道路は見た目以上に狭い幅しか使えない。エンジンを乗せ替えてから、お前が思い通りにコーナリングできないと言い続けてきたのだ。気づけよ匠、そいつの本当の封印を解放してやれ。かずみちゃん、ありがとう。多分今日でいつきくんともお別れになっちゃうと思う。え、やっぱり自分の進む道は自分で決めなきゃダメなんだって。だから今度は自分で仕事を見つける。小さな目標もできたしね。環境が違えばどうにかなるなんて思ってたのは甘えてたのよ俺。だから群馬には戻らない。住み込みじゃ免許取れないしね。2本目が来たぜ。いよいよ86が目覚める時だ。回転を上げてパワーが出たからか。2本目は高みの見物を決め込むつもりだったが、とんでもねえぜ。世の中にはすげえ奴がいる。負けねえぜ。地元のメンツにかけても。2本目の後半から俺は完璧に全開だったぜ。強い横 G を受けながら極度の緊張状態を持続させることは、分かっていることは、先に集中力が切れた方が負けるということだ。道路の状況がわからない最初の一本は 100% でいかないのが峠のセオリーだからな。何が何でも食いついてく。
86がやっと俺の言うことを聞いてくれたんだ。同じ86がいてたからか。しまった。危機一髪。ちょっとでも気を抜いたらマジでヤバい。後ろの踏ん張りが甘い。やっぱりリアタイヤのグリップが落ちてきてるんだ。このまま負けるのか。まさか。いや、そうとしか考えられない。向こうの車もタイヤがずるってるんだ。これで4本目か。互いにパワーアップした車が同じようなペースでここまで走り続けてきたんだ。条件が悪くなればなるほどあいつの走りは逆に冴えていくような気がする。違和感は全くない。自分の思う通りに動いてくれてる。分かったぜ親父。今何本目だったかな。さすがに頭の中が白っぽくなってきやがった。ちょっとぐらいスピードに差ができてもこのコースなら追い抜きはありえない。次は土砂崩れのあるコーナーだ。どんな頑張ったって横から入り込む隙間はねえ。あのわずかな隙間に正確に突っ込んでこれるテク。トレノだ。匠が勝った。兄貴たち帰ってきた。待たせたな。どうにか無事には戻ってこれたけどさすがにバテたぜ。じゃあさよなら樹君。さよならって言えなかった。どうだったんだバトル。うん、勝つことは勝ったよ。俺の方は全然ダメだったよ。俺和美ちゃんのこと好きになって初めて分かったんだ。分かってくれんのか。配達までもう1時間ちょっとしかねえぞ。分かってる。暇な時でいいからさ、今度エンジンのこととか教えてくれよ。いつきくん。え？あの時は急だったでしょ。こっちに残してた荷物取りに来たの。い、今から時間ない。1時間ぐらいでもいいから。私は平気だけど。タグミ、ほらお前のガールフレンドの夏希ちゃんバイト始めたらしいぞ。紅葉ももうおしまいね。群馬に来て出会った人たちのこと。いつだって変わらぬ君の喜びの日も。言えなかったけど俺は好きだったんだ。まだあの日の幕を。あなた走が舞う。
られた湯で桜で